はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダウンタウン熱血時代劇、今回はストーリーモードをやっていこうと思います。ミッションモードが終わったので、ストーリーを進めていきましょう。とりあえず、説明書は読み込んだ感じなのでシステム的なところは大丈夫かな。駿河、半四郎、ちっ、遅えな、まったく、いつまで待たせるんだよ。こいつ誰だ、元ネタ。わからん。あ、リキだ、リキ。これはリキっすね。ん？ちっ、先客が嫌がったか。これを持ったまま行くわけにはいかねえし。何これ、餃子？仕方ねえ、おめえにやる。大切にしろよ。なんで、見ず知らずのやつにあげるんだ。なんでいきなり。そりゃそうなるよな。これは、エロすぎる。プー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 。なんでリキはそんなもん持ち歩いてたんだ。おお、コムソーが出てきた。はっ。何やつでい。お、なんか笛持ち出したぞ。ぐはー。む？おお、すげえ、超ジャンプ力だ。こいつも誰だかわからん。モンジ。ん？おい、しっかりしろ。ち、息をしてね。かわいそうに。え、今ので死んだの？ん？何か落ちているな。む、それはあいつが持っていた。そうか、先ほどこの近くにいたあの土星人の仕業ってことか。まったく、むごいことをしやがるぜ。俺が仇を取ってやるからな。成仏しろよ。最後にいいものを見たんだしな。なんでいいものだってわかるんだ、こいつは。ふんふんふん。これでリキ五郎は奴らから追われる。悪党はこの世から消えればいい。ふふふ。てか、普通そんな証拠残さねえだろ。殺人事件が起きたら。仁左衛門。なあ、文蔵さんよ。あんたが世話をしてやった力五郎が半四郎をやったのは分かってるんだぜ。このまま虎蔵一家の誘いを拒み続けることが何を意味するか、分からねえあんたじゃねえでしょう。そこんところ、よく考えて返事をして送んなさいや。みんな踊らされてますね。虎蔵一家と手を結べば、中吉郎親分を裏切ることに。兄弟のちぎりを交わしたあの親分にそれはできねえ。かといって言葉では神六たちも敵に回しちまう。そうなったらうちはあっさりと潰されちまうだろう。こんな時国政さえいてくれたら。国政一人でどうにかなるか。やっと帰ってきやしたね、兄貴。やっぱりここは落ち着くな。文蔵親分のところでゆっくりとさせてもらいましょうよ。ああ、そうさせてもらおうとするか。こいつは何やってたんだ。とりあえず時代劇から数年後っていう設定みたいですからね。ファミコン版の。おことさんだ。国政さん、大変なの。おことさん、一体どうしたって言うんで。二木五郎さんが、虎蔵一家のお客人を殺めて、そして逃げてしまったの。本当ですかい。国政さん、お願い。早く二木五郎さんを捕まえてきて。そうしないと、うちは虎蔵一家に、しくしくしく。わかりやしたぜ、おことさん。あっしに任せておくん。なんだ、任せておくんねえ。読みづらい。行くぜ、鶴松。どこ行くんだ。当てはあるのか、当ては。そんな、待ってくださいよ、兄貴。お、東堂が出てきた。朝次郎。ふふふ、なかなかの芝居でしたよ。芝居だったのか。これでいいんでしょ、朝次郎さん。ふふふ、上等です。後のことは悪いようにはしませんよ。悪党はすべて消し去ってあげますから。ふふふ。堪忍してください、国政さん。おお、いきなりなんか出てきた。忍。お待ちください、国政さん。私は忍と申します。とあるお方からあなたを見守るように言われ参上いたしました。道中、いきなり敵に襲われることもよくあることでございます。旅の前にはぜひ体力を回復させる食べ物などを。お持ちになってからお出かけくださいますようお願いいたします。ではまた。おお、消えてった。いきなり何なんでい。そりゃそうだよな。知らない女がいきなり出てきていきなりなんか言って去ってったかんな。山賊一味が現れた。いきなりか。いきなり山賊に襲われたんだこいつら。くらえ。おお、銃。まあ、覇気っこあるな、やっぱ国王は。パンチは？ミッションモードだとパンチが強かったけどな。あ、6か。これだったら、ま、ハキックの方がいいんじゃないか。一回4だけど、パンチも6だかんな。これだったらキックだな。ミッションモードでは、ま、ハキックが全く使い物になんなかったけど、ストーリーモードだと、やっぱりま、ハキックかな、そうすると。くらえ。
おらおらおら、意外にタフだなこいつら。お、一条が出てきた。くらえ、いてえ、一条に蹴られた。何すんだお前。そうか、あと刀か。おら、くらえ、あれ刀が、てかな、気力がな、やっぱり。くらえ、くらえ、当たらん。おー、強え。刀やっぱり強えな。刀追い打ちができねえな。とりあえず気力が減っちゃったかんな。やっぱ自動では回復しないんだろうな。刀の使いどころも微妙だな。そして敵は相変わらず武器を持ちたがるな。どんだけ出てくんだ敵。めっちゃ湧いて出てくんな。一丁前にガードしてきやがる。いて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 。くらえ。武器投げでも銃当たる。そこそこ強いな。なんかやたら石ころがいっぱい起こってんだけど。いてえ。切り株アタック食らった。切り株は渡さん。くらえ。くらえ。斎太郎。どんな名前だ。もう鬱陶しいな。切り株大好きだな本当に。お、倒した。納得いかねえ。ガク。ちょっとメニューを少し見てみましょう。持ち物、刃物は長ドス、一般的なドス、攻撃力10。強いのか弱いのかよくわからん。こいつも刃物か。鶴松も。あと何があるんだ。持ち物一覧、武器は長ドス、任武器何にもない、装備何にもない、薬弁当、握り飯が2つ、25体力回復、七色唐辛子、気力を20回復、その他、その他は何にもない。あとはステータス、スキルツリーを見る。そう、これでね成長させるみたいなんですよね。スキル玉が3個あるぞ。マッハキック、キックアップ、パンチアップ、素早さアップ。はんはんはん、マッハパンチか。いやでもこれな、多分一つを特化させた方が効率は良さそうだからな。国王はちょっと、お、何これ、達人メガネ、倒した相手の必殺技を習得できる。いいね。常連の顔、少しだけディスカウント。交渉術、少しだけディスカウント。この少しだけっていうのがどれくらいディスカウントされるかだよな。マッハキック2。はんはんはん、精神統一、立ち止まって気力回復。いいね。親分の心、ガードの達人、マッハパンチ2、パンチアップ、経験2倍、敵を倒した経験が2倍になるぞ。お、これはいいね。旋風脚、旋風脚も欲しいな。やっぱ国はキックだな。あとはステータスか。体力240あるんだ。気力100、パンチ30、武器30、バネ50、防御50、キック45、武器投げ50、素早さ50、打たれ強さ30。結構ステータス高くね。これ初期状態でしょ。鶴松、体力150。おお、やっぱ少ない。気力60、パンチ20、武器20、バネ30。あ、弱いな、やっぱり鶴松、国夫と比べて。あ、必殺技っていうのもある。マッハキック。鶴松はマッハキウキウ。ビッグバング持ってる、やっぱり。スキル、スキルは何にもない。じゃあちょっとスキルツリーで、マッハキックはあるから、キックだな。クニオはキックを上げてこう。キックアップ。で、キックアップ。で、ダブルアップ。体力と気力が5アップ。オッケーオッケー。もうここまで来たな。これちなみになんか説明書を読んだ限りでは、なんか9まで上げられるみたいですね。1個につき。で、鶴松。あれ、スキル玉ってもしかして共通？マジか。結構厳しいな、そうすると。これ何も覚えてねえし。同じか。ただ、スキルツリーは。同じっぽいな。じゃあ、鶴松どうしよっかな。パンチか武器だな。あとちょっと、作戦。ガンガン行こうぜ。狙いは、まあ、近いやつでいいっしょ。攻撃スタイル、ノーマル、離れる、近寄る。近寄ってもらおう。スピード、何スピードって。モテ遊び、じっくり速攻。モテ遊びってなんだよ。ド M か？ちょっと速攻でやってもらいたいな。武器、
あ、武器あるんだ。武器使ってもらおう。じゃあよし、鶴松は武器を上げていこう。じゃあとりあえず左へに行くか。その前に旅の祈願を祈って、このお地蔵さんに祈っていきましょう。いい旅になりますように。よーし、じゃあ行こう。鶴松おっせーな、足が。国政さんは早いって感じはしないけどな。お、なんか出てきた。平七、国政さん、何やら大変なことになってしまいましたね。私は神の親分の命令でいろいろと調べてまいります。私と弟分の京介はあなたと戦うことはありませんが、他の神禄一家の者は虎蔵のやつを刺激しないようにあなたと戦うように言われております。どうか道中お気をつけて。虎蔵って誰だ。それと腰に刺してある刀はむやみに抜くもんじゃありません。あ、そうなの。それで戦うってことは真剣勝負、それなりの覚悟が必要です。まあ国政さんなら分かっちゃいると思いますが、全然分かんなかったよそんなこと。ではお互い気をつけてまいりましょう。ごめんなすって。飯屋がある。飯屋が、おお入れる。焼き魚7円、体力10回復、煮物、飯と汁安いな結構。まあいいや、今はいらないだろう。あとこの通行人って話せんのかな。話せる。国政さんよ、文蔵親分を助けてやってくれよ。文蔵親分が子供の頃はとっても可愛かったんじゃよ。お前じゃない、この青いやつに話したい。いよいよ駿河も虎蔵のものになっちまうのか、情けない。よろず屋に行こう。マッハスイングがある。相手の足を掴んで高速回転して投げる豪快技。1000円か、高えな。マッハ踏み踏み、相手を高速で踏みつけ倒す技。尺八好き。尺八なんて持ってないんだけど。高いな。宿屋だ。ちょっと宿屋に泊まるか。泊まる。うわ、600円すんの。一晩眠って体力気力を全回復。マジでクソ高いんだけど、泊まるって。そこら辺の RPG とは大違いだな。ここは駿河ですよ。知ってるよ。文蔵親分も大変だよな。ろくな情報くれねえな、こいつら。薬屋。飲み薬。これは安い。鋼の薬高っ。飲むと打たれ強くなるという不思議な薬。気力も20回復。まあ、そもそもね、宿屋が安いっていうのもおかしな話だからな。お帰りなさい、国政さん。力五郎さんは見つかりましたか。まだ何もしてないんだけど。いえ、申し訳ねえが。そうよね。でも、一体どこへ行ったのかしら、力五郎さん。ちょ、逃げてんだろ。そういえば、お父様も出かけてくると飛び出していったけれど、何かあったのでしょうか。おことさん、そいつは。あ、こちら、ご存知でしょうけど、重吉さん。知らん、そんなやつ。昔は人を騙したり、悪いこともしたけれど、今は心を入れ替えて、うちで働いてくれてるのよ。これからは重吉さんがお世話をしてくれるからよろしくね。さて、せっかく戻られたのですから今日はどうしましょうか。こんなやつの世話にならん俺は。あ、子分を連れていく。そう、これね、あの鶴松の他に CPU を2人連れてくるみたいなんですよね。与之助、これ吉野じゃん。体力200ある。鶴松より強い。連れてこーっと。あとは普通に重吉、パンチ40ある。よし、オッケー。ん？東海道連合？こいつらか。いきなり戦闘だな。おら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 。こうやって見ると、4対4っていっぱいいるな。もはや誰が誰だかわからん。全然こいつら攻撃してくんねえな。もっとさ、豪快に殴ってくれよ。おお、なんだ、スクリューやりだしたぞ。与之助。ヨシのスクリュー持ちか？また一条がいる。これなんかメンツ一緒だな、さっきの山賊と。使い回しか？色違いで、敵キャラを稼いでるな。東海道連合とか、虎次郎一家につくんじゃなかった。そうだ。それが貴様らの運の月だ。こりゃ厳しい。おら、そういや、キック強くなった？強くなってるか。さっき4とかだったからな。うお、ヨシのスクリュー持ちだ。てか、鶴松とかマハキウキをやってほしいんだけど。たまんねえ。てか、武器ありにしちゃったからな。武器持たせんのやめよっかな。いや、でもな、どうしようかな。鶴松もっと殴れ、お前。
なんでこいつら見てるだけなんだ。積極性が足らんぞ、積極性が。そんなことではこの世の中生きてけん。おらおらおら。てかタフだな、こんなに強いとは。とりあえず左に向かって進んでいくか。足遅っ。もっとさささささっと走ってほしいんだけど。虎像一家の子分たちだ。よく敵出るな。あれ、みんな向こう行っちゃった。切り株拾っていくか。あ、出てきた。くらえ。おお。くらえ。よしよしよし。武器投げ上げて切り株アタックでやっていくのもいいかもしれない。おらおらおら。いてー、殴られたー。おらおらおら。マッハスイングが強い。マッハじゃねえか。普通のジャイアントスイングか。マッハスイングだともっと速いってことか、そうすると。まあ、1000円だからな。1000円はちょっと今、手が出ない。殴れ、殴れ。おお、金、金、金。くらえ。このグラサン野郎が。あれ、また一条が出てこれマジ、使い回しだな。敵一緒か？見た感じ一緒だ。本当に一緒だ。ほら、一条お前何回出てくんだ。お、鶴松アタック。出てきてはやられ、出てきてはやられ。着物を変えて、また参戦してくる。こいつらも大変だなぁ。また出番かみたいな。早く着替えろ。次はなんとか一家だって。これ何一家だっけ。虎像だっけ。いて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 、殴られた。うわ、鶴松パワーがやばい。マジか、減りすぎだろう。何殴られてんだよお前。反撃しろ、男の子でしょ。どこ行ってんだこいつ。追い打ちはしてくれないな、基本的に。くらえ。くらえ。くらえ。オッケー。ガク。ウンジローって。なんか嫌な名前。とりあえず、西へ西へ向かっていくか。目的地がわからん、そもそも。虎像一家の子分たちはまたかよ。また同じだな。結構大変なんだよな、これ倒すの。お前らさっきコテンパンにやられただろ。しぶといな。また金を踏んだくられて終わりだぞ。そうだ、ヨシのスクリュー覚えてんだ。ちょっと後で見てみよう、これが終わったら。これが終わったって、この虎像一家の戦いが終わったら。スクリューってパンチとキックどっちだ。いてー、くっ飛ばされた。いて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 、くっそ、一条目。さっきの恨みを晴らしてきた。さっきはよくもやってくれたな。痛い。本当に一条の反撃だ。あ、金金金金。危ねえ。金多分消えちゃうからな、これ取らないでいると。ほら、何投げら、いっていっていって、くっそ、一条のくせに。いっ、金をくれ。いい加減くたばれ、一条。よーし、ヘコ吉。お、大変だこれマジで。敵がワンサか出て、そんなサクサク倒せるわけじゃない。くらい。これちょっとやばいんじゃねえか。鶴松がやばいな。鶴松がちょっと武器やめようかな。これなんだろう、パンチ主体とかキック主体っていう作戦はないのかな。お前で最後だ。よーし。スベーンってなんだよ、スベーンって。とりあえず、作戦で、一旦武器はいらないにしよう。で、ステータス。ヨノスケ。ザザザ。スクリュー覚えてるな、やっぱり。
重吉、あ、重吉何にも覚えてない。てか鶴松の体力を回復させたいけど、おにぎり使うのはなー、もったいないよなやっぱり。お、ここは団子屋さん、団子でも食って回復してくれ。餅安いけどあんまり回復しないな。これ回復してんの？ちょ見てみ、鶴松、鶴松のヒットポイントを見よう。ステータス63、お団子屋さんで63だったから餅15回復、78か。そうするとおお78回復してる。 OKOKOK。 じゃあ1個食えば2人とも回復するってことだな。薬はいいや。なんか宿高えしな、600円するから。うどん、ここは河内です。なんかみんなろくなこと言わねえな。兄ちゃんお疲れ。次どこに行けばいいのか教えてくれ。まずはお兄さん、うどんでも食べていき。いらん、これ上行けるな。上は何があるんだ。またうどん屋かよ。うどん屋多いな。美味しいものがありすぎて困っちゃうよ。ここは何、うどんがあれなの、名産なの。最近山城へ行けなくなったの、残念だわ。山城ってどこだっけ。なんか歴史で習った気がするけど、お、武器だ武器。鋭いドス、高いな、かっこいいドス。尺八がある。え、尺八なんだ。弱いけど高い。なんでだ。攻撃力5、丸い石。とても投げやすいぞ。100円、めちゃ硬い石。これ何、投げるとなくなるとか言うのかな。若いやつらは銭銭うるさいけどね。銭なんぞあの上持ってけの金欲しいんだよ、だって俺金をくれ金を。山城なんかいる。あ、失礼ですが通行手形はお持ちでございますか。しんのすけ、クレヨンしんちゃんか。いや持っちゃいねえが。そうですか、通行手形がないとこの国には入れないのですよ。あ、これはこれは、名前も名乗らず失礼いたしました。私は立花しんのすけというものです。野原しんのすけじゃないんだ。ここで怪しいやつが通らぬか見張っていまして。あなたも気をつけた方が良いですよ、最近は物騒ですからね。よかった、俺たちは怪しいもの認定されなかったよ。ん？なんだ？とりあえず次の目的は通行手形か。通行手形をゲットしてここに行くと。なるほど、そういうことかな。そうですね、じゃあとりあえず次の目的が分かったけどどこに行けばいいのか分からないっていう状況ですね。とりあえず国尾くんの時代劇、今回はこれで終了して、また次回やっていきたいと思います。